ギガ連射。さあやってみましょう。今日やっていくのはこちら、クタのシチューディフェンス。シチューディフェンス。ホワイトシチューですね。これね、多分面白いと思う。なんせステージ2が開発されてるからね。この横にステージ2があって、まあ1やったら2やってという流れだなと思いながら、あります。で、まあ、気になるところとしてはこれかな。なんか文字が踊ってるね。野菜がたっぷり入って美味しいね。ほかほか、温まるシチューはいかが？わからん。よくわからん。はい。まずはあらすじから。シチューにご飯をかけるのがマイブームの驚異の無表情キャラクター。腹ペコのコクターたちがライスを持って押し寄せてきた。クターたちをうまく配置して、コクターの持つライスにシチューをかけて満足させてあげよう。コクターたちから大事なシチュー鍋を死守しきれるか。まあ、タワーディフェンスですわな。ゲームとしてはね。タワーディフェンスってのはこう、敵がこうやってくるから、それに、そうやってくるのに合わせて、こう、ポンポンとこう配置して、ね、味方キャラを配置して、味方キャラに敵を攻撃してもらって、タワーまでたどり着かせなくするみたいなやつが、タワーディフェンスですよね。なんか、タワーディフェンスの一番有名なゲームなんだろうなって、考えて、あれかな、アイギス。アイギスってあるよね。DMM かなんかの、エロゲーかなんかの中に、アイギスあるよね。あれが一番なんか、今あるご長寿タワーディフェンスゲームなんじゃないかなと思ったりもしますが。はい。なんか、下のところ多いな。ここ。ゲームの遊び方多いな。ヒントはこれ見えない。ちょっとヒント見せます。ヒントはちょうど見える位置でここだな。キーボード。16、ステージ選択画面。ステージ直接選択。キーボードの16を押すと直接ステージを選択できる。ちょっと待って、6もステージあんのか、これ。多いなぁ。そんなにはちょっとお見せできないよ。ちょっと上になっちゃった。ステージ1、テクノ中央公園。ステージ3、ラーメンテクノ科、テクノ屋。あれ ?1、3、2、1、あ、こっちか。1、2、3か。なるほど。なるほど。みゆきって人が、すげえな。このゲームは。みゆき26って今まであんまり目立ったスコア叩き出してないような気がするんだけど。これはすげえ。みゆきの独壇場だ。やっていきましょうか。まあ、やっていきましょう。これは面白いわ。はあ、はあ、じゃあ黒のスモークですね。ああ、スモークどこに配置するのがいいんだろう。ああ、こっかな。オッケーオッケー。へえ、へえ。ハイスコアをさ、どうやって叩き出すの、このゲーム。上位者をどうやってってんの。お、暗い。真っ暗だ。ははは。無駄になるとこはあんまええか。あ、もう厳しい。ローネは？もう厳しい。いや、ちょっと待って。おー、意外にクターたちの飛ばせる範囲、攻撃範囲が。じゃあステージ2やっていきます。まあステージ1ぐらいはなんとかなるんだ、これ。
割となんとかなるな。ここに置こう。あ、なるほど。なるほどね。なるほどね。クタは使わん、今回は。今回は、クタは使わん。使いにくいね。使いにくいね。使いにくいね。はは。選ぶクタによっては全く使い物にならんやつだよ、俺な。あ、で、ここの、この、これか。これ、ここに固定しちゃいけないんだ。てて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 て。だ、ここに、ここにいろうね。ここにいろうね。賭けだな。あ、ここいけるキャン。いけるけど。あ、こうもいけるやん。そう。たらいの目しかダメかと思った。こういけるやん。じゃあ、ここに行こう。ここもいいよ。ここもいいよ。よし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 。スイカクリアって何？タワーディフェンスゲーをさ、実況するのは結構難しいと思うよ、俺は。まあまあ難しいものだと思うよ。あー、違う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 。オッケー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 。こいつは、こいつはチーク。こいつがチェリーね。パパクタ。違う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 。ローネ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 遅い。ローネ一歩遅い。やばい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 。頑張れスモーク。お前にかかっている。お前にかかっていたのだが。お前にかかっ、あ。難しいよこれ。難しいよこれ。はい。よし。どこに配置していいのやら。まあ、ルールは至って簡単だよね。ここに来させないってだけだから。ここに置きたいんだけどな。違うんだよな。悩んでる間にどん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 来ちゃう。ダメなんよ、悩んでる間に、悩んでる間にどん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 手を打たないとダメなんよ。ててててててて。例えばここに、ここにネイビーを置いたらもう全くどこにも行かないわけだよね。ああ。どっかいい場所があるはず。こことかか。あ、もう食わせ切ったらもう、シチューなくなったらもうダメなんだ。よし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 。セーフ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 。あ、やばいやばいやばい。ぼーっとしてた。大丈夫か？いけるか？いけましたー。なるほどね。なるほどね。なんなん？そしてこの店は。この店は一体何？この店は一体何？ててて、ここ、ここを、この2ポイントを、ローネとクタで抑える。これはね、ここは守護神。スモークはここに守護神をしてもらう。ここも守護神ですね。こういうやつだよ。こういうやつだ。こういう、あ、これいいね。いいとこ行った。てっ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 てパパクタ、パパクタ配置。嘘だ。嘘だー。
一度もステージ2に行かない。難しいわ。難しい。まあ。熱くなるのもわかるね。みゆきさんが、みゆきエッジ26が、熱くなる気持ちもわからんでもない。わからんでもないが。なかなか、1万ってすごいな。1万すごいな。まあこんな感じで、はい。これ以上やってスーパープレイってこともなかなか、なかなかお見せできないと思うんでね。まあ、興味持った方はね、やってみたらいいんじゃないでしょうか。クタのシチューディフェンスでした。ほなまた。